さ、ついでにじゃあデアールに手紙を渡そうかな。ああ。あなた、デアールさんですね。私、パレッタと言います。手紙を運ぶ仕事をしています。あなたへの手紙を預かっています。ちょっと待っててください。ほい。引っかかってる。確かにお届けしました。ん、なんであるか？うむ、孫のサンデールからである。まじない絵を始めたようである。ふむふむ、なるほど。よくわかったのである。砂漠にあるカラカラタウンの人目につかないところで仕事を始めているのである。サンデールも忙しそうである。いいことなのである。ご苦労である。お主にはこれをやるのである。あ、それくれんだ。まあ、パパにも手紙あつけ、あげてもいいんだけど、また今度にしよう。あとお金ができてるから、ちょっとバッチ見ていくか。ラインナップは変わってないが、並びが変わった？次々ジャンプを買おうかな。今日はなんか成功率高いから。あ、でもこれいいな。防御力無視か。これもうまいな。どっちがいいだろう。防御力無視にしとこうかな。あいつに対抗できる手段が欲しいし。2か。まあ買おう。あいつに対抗する手段で買ったが、まあ、コインモドール。目回しスピンを外すか。貫き。違う。オッケー。これで、一応防御無視で貫通アタックができるようになったから、よしだろう。この鍵がかかってるとこで料理ができるんだったっけ？どっかキノコタウンに料理研究家がいたはずなんだ。いたわ、ここだ。あらま、マリオちゃん、こんにちは。私はキャシー。お料理大好きなのよ。材料持ってきてくれたらマリオちゃんが元気になるような美味しいお料理作るわよ。いや、いいや。あら、がっかり。せっかく腕を振るチャンスだったのに。一応なんか回復剤の効果を上げる料理を作ってくれるんだよね。あ、待って、今。待って。嘘だろ。こんなとこいたの？ふはー、こんにちはであります。私はフラワーさんであります。フラワーランドってお花の国からやってまいりました。フラワーランドの綺麗なお花をキノコワールド中に咲かせたいのであります。あなたきっとお花が好きですね。だからあなたにこれを差し上げるのであります。不思議な種もらった。リップに大事に育ててもらおう。委託だね。それはお花の種であります。上手に育てれば綺麗なお花が咲くのであります。綺麗なお花は綺麗な心の持ち主にしか育てられないのであります。デリケートなお花を大事に育ててくださいね。預けに行くか。またキノコタウンでいろいろやっちゃってるな。おう。あるよ。フラワーさんから戻ってきたよ。すぐ近くにいたけどな。ほい。種をくれるのは私とっても嬉しいわ。それじゃ早速植えるわね。昔々の話だけど、マリスさん聞いたことあるかしら。フラワーさんの4色の花をとても上手に咲かせたら不思議なことが起こるそうよ。一体何が起こるのかしら。とても楽しみだわ。4色あるんだね。とりあえずあと3色で、さっき1色見た気がするので、それさえ取れば2色か。まあ、とりあえず戻ろ。あ、そう、戻る前にここになんか脇道がありそうなんだけど、何もないのか？何かあった。これ遊戯場もしかして。こんにちは、マリさん。遊戯場へようこそ。ここで遊ぶにはメンバーカードが必要ですよ。メンバーカードの種類によって遊べるゲームの数が増えますよ。シルバーカードお持ちですね。パネルで5のフロアへ行ける土管を出しましょう。え、また今度でいいか。遊戯場って何？お金増やせんのかな？また今度にしよう。今、本編の攻略が先決。危ない。
さてじゃあパレッタの出番を早速使ってみよう。おれれ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 れ。これがギリなとこだな。オッケー。これ何？バッチ。地震アタックのバッチをゲット。地上と天井に敵全体にダメージを与える。いやー、ちょっとまた魅力的なバッチが出てきましたね。地震アタック1か。だったら、コイン外すか。全体攻撃は、いいね。危ねえ。あともう一個どこだっけ？なんか特殊エリアだったな。飛んでいかなきゃいけないエリアだ。あ、そうだ、そっち、そっち、そっちの先。ひっ、やー、やっちゃった！あー、全部落ちた。もういいや。あ、やべえ、ちょちょちょ。結局落ちるんだったらコイン取っときゃよかったな。はい、パレッタゴー。はい。は？私に話しかけてくれました？わあ、嬉しいです。感激です。これはランドからやってきてずいぶん長くここにいますが、あなたが初めてです。みんな私には気づかない。黙って撮影してるだけだと思い込んで、咲いてるだけだと思い込んでるみたいです。話で嬉しいから、これあげます。私の種です。お会いできた記念です。オッケー。その種大事に育ててくださいね。きっといいことありますよ。そりゃね、ここ人来れないからね。誰も話しかけられないよね。自分のせいなんだけどね。ここの左だったよな。とりあえずパレッタで回収できる。あー、まあでも結構戻ることになるけど、まあいいか。回収できるものは回収しに行っちゃおう。嫌です、嫌です、危ないです。パレッタ、あー、止まらないとパレッタライド使えないんだね。パレッタライド、ゴー。星のかけらとお金。降りるってやつがいるからな。オッケー、じゃあ、さっきの最前線まで戻ろう。あ、パレッタ閉まっちゃったわ。よし、行こう、パレッタ。ゴー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 。危ねえな。なんかいるな。狙われてんな。おい、そこの目！ちょっと待て。え、なまってんのか。ちょっと待て。どっかで見たような顔だや。中ボスか？ん？手配書？脇に入れてる。おいおめえ、クッパ様からもらった指名手配書に乗っとるマリオってやつに似てるだや。おめえ名前なんつーだ？ルイージです。へえ、そうかい。おめえはルイージって言うんだが、よく似てる気がしただかな。なら人違いだっぺ。取っていべ。あ、いいんだ。なわけねえと思うんだけどな。いいの本当に。ねえ、そう言わずに戦おうや。え、これもう見向きもしてくれない感じ？一回、向こう岸に行ったら、反応してくんないかな。ふっ、パレッタライド。そのためにわざわざクリオに変えたのに。すっ。あ。
やってくれんだ。あれ、さっきの会話忘れちゃった、こいつ。また脇から出してる。おいやめ。同じこと言ってるんだけど。マリオです。マリオだぞ。マリオならお手がやっつけるだ。クリオの出番だよん。ふい。ゲーハーって名前だよ。ゴツゴツ山で見張りをしてるんだ。それにしてもでっかい鳥だね。最大 HP40、攻撃力は3、防御力は0だ。鋭い爪で掴み上げられると4のダメージが来るからうまく脱出してね。あとは羽を羽ばたかせて風を起こす攻撃をするんだけど、オイラにでもダメージが来るんだ。ところでこのゲーハーってオスなのかなメスなのかな。なぜだかオイラ気になるんだ。別に気にしなくていいポイントじゃないかな。微妙だな。ジャンプ系の技が全然なかったわ、俺。あー、失敗。俺で連絡よ。いてー、1か。へばったー。クリオがへばったー。単純計算でガツンジャンプの成功を10回しなきゃいけない。だだだ、やめてー。あ、やばい。クリオじゃないから、ちょっと変えよう。クリオはもう役目終わった。ピンキーもダメ。パレッタだな。空飛んでるし。で、あー、ちょっと足りねえ。さっき使ったんだった。じゃあ次回で。あ、間違えた。じゃ、レッタじゃねえわ。ああ、なんだろう。もう、いろんな技してくるな、こいつ。くぅ、まだ足りねえ。確定4つできたら怖いな。キノコ食っとこ。焦りすぎて、もう、ぐちゃぐちゃだ、操作が。パレッタシュート。レバーを引いて、狙いを、狙って離そう。そういうやつか。はっ、オッケー、ナイス。ヘッドショットじゃない。やめてー。オッケー。 FP 足りねー。パレッタシュートがいいね。いろいろ預けてきちゃったんだよな。このヨッシーアイランドというか、いや、ヨッシーアイランドだな。ヨッシーの卵投げる攻撃と一緒だな。何？いてえ！お前いろんなパターンあるな。すっきり爽快。てか、まあ防御力ゼロなだけマシか。これで防御力あったらきつかったもんな。パレッタがよく刺さるわ。コントローラー壊れるんじゃないかぐらい擦ってるからな。オッケー。パレッタシュート。これ一番やりやすいかもしれない。カメキの次ぐらい。あ、連打か。いってぇ。この連打方法、コントローラー壊れそうで嫌なんだけど。高いんだよ、64コントローラーって。回復したいけど。ま、ここまで減ってればジャンプでどうにかなるか。連打刺すな。やべえ、いてえ。さっき買ったキノコもうないんだからな。あ、間違えた。これが未だタイミングつかめない。いや、ちょ、痛い。
いっぱいくれ。ふぅ、いっぱいくれただけまし。死にそう。負けだー。よし。パレットありがとう。疲れたわ。回復ポイントねえかね。あ、もう街着いた感じか、これ。やっと街だ。うわー、すっきり。違ったわ。こっちか？ん？まだ街じゃないのか、この感じ。あ、チャールズだ！いた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 。いやー、こんにちは。良い旅をしてるかね。私は世界中を冒険している旅の考古学者、チャールズというものだ。この果てしないカラカラ砂漠のどこかに眠っているアラビン遺跡を探しに来たのだ。この近くにあるカラカラタウンに手伝いの者を行かせて情報を集めているところだよ。手がかりがつかめたらいよいよ探検の始まりだ。あなたチャールズさんですね。私パレッタと言います。セッドレレレレイ。あなたへの手紙預かってます。ちょっと待っててください。ほい。あと、本棚の後ろの亀の神秘はノコジロの家にあるよ。確かにお届けしました。いやいや、これは妻からの手紙だよ。ありがとう。これが何よりも励みになるよ。そうだ、お礼にこいつをあげよう。この前この辺りの砂漠を調査している時に見つけたのだよ。星のかけら。基本的にお手伝いするともらえる感じだな、星のかけら。アラビン遺跡のために町に一旦行った方が良さそうだな。ランプあるよ、ランプ。カラカラタウンはこの道をまっすぐ、東にまっすぐ行ったところになります。砂漠で迷うと大変ですから、道から外れてはダメですよ。道から外れたところには怪物もたくさんいますしね。考古学者であるチャールズ先生のお手伝いをしています。今、カラカラタウンに行った仲間が情報を持ってくるのを待ってるところなんです。なんでもカラカタウンの人たちはアラビン遺跡を作った人の子孫なんだそうです。遥か大昔からここで遺跡を守ってるなんてロマンを感じるお話ですよね。確かにね。あ、南行けるな。なんだこれ。なんかあんのか？いい！誰？あ、やった。こいつお金盗まーんらしい。あぶねえ。あ、やべやべ、ちょ、あーくそ。あんま取れなかった。あいつお金盗むらしいな。こいつもなかなかコイン出なかったし、2回しか叩けなかったか？寄り道多いなぁ。帰るか。あー、まあ今お金あんまないけど、一度に10コイン盗むっぽいから、なかなかな大金盗むよな。10コインがどれだけ戦わないと稼げない額か。東にまっすぐって言ってたから、道なりにずっとまっすぐ行こう。とりあえず寄り道はなしだ。うわー、気になるー。やばい、HP がない、HP が。やばいやばい、ちょ、本当に HP がないんだっす、HP が。つけ、早く。怖い、びっくりした。うー、何、怖い。まっすぐ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 。あ、チュウスケ、こんにちは。よー、旅の人、俺も旅の途中さ。旅をするのはみんな兄弟みたいなもんだよ。それはどうかと思うけど。町へ行くならこの道を、ま、東へ行けな。東は右側で合ってるよね。砂漠の都カラカラタウンが道の向こうで待ってるぜ。ありがとう。死ぬー。 HP 管理が死ぬほど下手くそなんだから。ギャー、もうやだ。早く待ちよ、待ちよ、早く来い。待ちですか。うん、よし、着いたー。ハテナムシおる。木のハウスどこにある。ああ、旅の人、よく来たな。砂漠の街カラカタウンへようこそ。
ここはロレンチョエブンが仕切ってる街なんだぜ。そいつ覚えておくんだな。とは言ってもあんたたちがロレンチョエブンと会うことはねえだろうかな。あ、店だな。サカ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 って盗んだ。お出かけ中。いや、お出かけ中か今のは。昨日、あ、そこだ、ここだ。いやー、こんにちは。私は考古学者のチャールズ先生の手伝いをしています。アラビン石の発掘のため先生と一緒にカラカラ砂漠にやってきたのですが、毎日暑くて喉はカラカラ、早く家に帰りたいです。回復してーい。止まるー。いつもタダでありがとう。助かったー。死ぬかと思ったぜ。チャールズとかいう考古学者がこの辺りに来ているらしいね。いくら砂漠を掘り返しても偉大なアラビン遺跡は見つかりっこないのにさ。なんか話してたな。なんか物をくれるいい人はいい人、いい人にはいいことを教えるよ。今あげれるようなもの持ってないね。今あげれるようなもの、あ、カメカメ葉っぱぐらいだったらあげるよ。これとかどう？おお、物をくれた。あんた中くらいのいい人だね。すごくいい人ならなんかもっと、まあ、これとかだったらどう？おお、物をくれた。中くらいか。しゃあない、これもあげよう。あんたたくさん物をくれた。すごくいい人。私、物くれって言うんだけど、実は町の情報屋やってるの。いい人、あんた何が知りたい？遺跡に行くには？アラビン遺跡に行くには、ロレンチョ親分に会ってその場所を聞かないといけない。ロレンチョ親分はカラカラタウンを作った大盗賊の末裔。親分が町のどこにいるのかは仲間だけしか知らない秘密。本物のいい人にしか親分の秘密は教えられない。まだ知りたいことがあるならもっと仲ください。ごめんね、もうないんだ。物がすっからかんなんだ。ここって行けたんじゃなかったっけ？ああ、ひっそりと占いやってるのね。ハロー、ご機嫌、ようこそご機嫌いかが？私の名前はサンデール、砂漠のキュートなまじないし。ここに来るなんてとってもラッキー。私はまじない得意なの。まじないすれば不思議なパワー、ピキーンと聞けばベリーラッキー。お金かかる？それならグッドでナイスなコース選んでハッピーになって。あなたが選ぶのはどのコース？お金かかるね。まあ、初回なので入会コースで。オッケー、いいわよ。私はいいわ。あなたの準備はいいよ。あなたの準備もいいわよね。それじゃ、行くわよ。後ろの置物が不吉すぎるだろう。フェラリンチョ。でででで、不思議なパワーであなたのハッピー、グッドなバトルをエンジョイしてね。嫌な相手が来てもオッケー、私のマシンに聞くからロッキー。それじゃあ、またね、また来てね、次に会うまでさようなら。ちょっと話し方が独特で。ここだけの話だが、この姉ちゃんにマシンをかけてもらうとバトルでいいことがあるんだ。攻撃力がアップしたり、もらえるコインが増えたり、他にもいいことがあるんだ。ただし、マシンの効果はバトルをするたびに必ず現れるってわけじゃない。マシンは便利だけど気まぐれなものさ。なるほど。ラッキーで、何かしらの、恩恵を受けれるってことか。ピュイーン。ささささささ。ん？ハンマー？これ何？ボロボロハンマー。敵一体に投げて攻撃。カラカラパスタ。こんにちは。あ、いらっしゃい。カラカラタウンにこの店ありと言われたチューチューショップへようこそ。さて今日どんなようだい？なんか引き取れるものあるかね。あ、キノコ。ハニシロもいるか。何あげたらいいんだろうな。しなび
たキノコここで買えるならこれあげてみるか。あと普通にキノコはいっぱい欲しいけどね。今キノコいくつ持ってる？2個。もう1個ぐらい買っとくか。お金がほんと足りねえな。情報でなんか聞けないかな。ずいぶんハルバと遠くからアラビン遺跡さあ聞いたことないですね。おとぎ話か何かでしょうか。どうしても探すというのは情報屋に尋ねてはいかがですか。この街のどこかに物と交換でいろいろ情報を教えてくれる情報屋がいるという話です、と私内部は言っています。ちなみに私内部は情報屋ではなく恥ずかしがり屋なんです。クリオ、なんか情報ない？砂漠の人とチューさんが住んでいる町なんだ。チューさん、あのネズミの種族ってことか。人がいると安心するね。ここにもいろんな人が住んでるんだね。でも暑いから大変だろうね。チーズとかないっすか？ん？私に何か用かい？私の仕事は作曲家、歌を作るのがお仕事さ。はあ、どこかに心が揺さぶれるような素敵な詩はないかな。素敵な詩に合った曲を作りたい。これが私の願いなんだよ。なんか持ってくんのかな、この人にも。手紙か？あ、忘れてた。クイズをしますか。いいよ。それでは問題に行きましょう。問題です。クリオの得意技なーに。え、物知りってこと？正解です。おめでとうございます。星のかけらをプレゼントします。ちなみに現在のあなたの正解の問題数は3問です。次回も頑張ってくださいね。それではさようなら。マジカルシルクハット。地図とか聞いて聞いて、砂漠の奥にサボテン岩ってのがあるんだって。そこから南に3つ、西に2つ行ったところに何かが隠されてるらしいんだ。どうやってそれを手に入れるかは知らないけどね。今度行ってみるといいよ。砂漠に危険がいっぱいなんだ。うっかり近づくとどこかに飛ばされちゃってすっかりマグになっちゃうし、砂漠のボロドは突然すっごい速さで走ってきてささっとコイン盗んでいくんだ。他にもいろいろあるけど、砂漠で生き延びるのにたくさんの情報が欠かせないよ。え、何？町を出てすぐ南に行くとオアシスがあるんだ。とても綺麗なところだよ。僕もたまに行くんだ。休憩するにはちょうどいいところさ。ちょっと行ってみるか。情報屋の話とか全然進めてないけど、単純に物をあげるだけでいいのかな。特別なものが必要とかないのかな。はい、突然走ってきた。やばい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 、本当に。え？ああ、びっくりした。なんか発動した。コインが増えた。増えすぎー！全部拾った。やった。オアシスってどこ？これか？ん？なんか緑になったやつぞ。なんか降ってきた。ライムだ。もっと落とさねえか。あ、回復できる。オアシスだ。え、なんこれ。スーパーブロックです。仲間一人ランクアップできます。そういうの出てきたか。困るな。一応ね、最強キャラ誰か調べてきたらクリオらしいので、クリオ優先でいいかもしれないな。クリオだな。ちょっとレベルアップしろ、クリオ。ランクアップエクシーズチェンジだ。スーパーランクになった。この1個上になるとまたクリオ強くなるんだよね。ウルトラランクってのが最大っぽいんだけど、そのウルトラランクがまた、クリオは強い技が使える。レモンだ。まあ結局どのキャラもレベルを上げたいんだけどね。その分攻撃力が上がるってさっき説明あったから、上げて悪いことはないからな。レモンとかライムとかってなんか使うの？
さっきこの辺だっけ、つむじ風あったの。やっす。何しろ。さっきの情報をもとに、行ってみたいけどね。よ。ここは何と進めばレモンやライムの木が生えてるオアシスという場所がある。涼しくて気持ちがいいところさ、休憩するにはぴったりだけど、途中に変な奴らがいるからね。もしオアシス行くんならあんた注意しないよ。あれ？サボテンは、つむじ風だ。え、ちょっと追っかけてきてない？サボテンはこれだ。なんだっけ？南に2とか行ってなかったっけ？あれ、東に3、南に2だっけ？それってオアシスじゃね？なんかあるな、これ。ダメか。ピンキー？ダメか。てか、帰ってもう普通に、情報屋のとこ行った方がいい。間違えた。亀切りしとこう。情報屋のとこ行った方がいいな。どっちだったっけ？南に2とかじゃなかった？北じゃなかったよな。東に3とか言ってなかったっけ？青い。なんだこれ。なんかオアシスに着きそうなんだよな、このまま東に行くと。あれ叩きたいな。やばい。あ、失敗した。やばい。あーやばい。死んだ。この場合どうなる？ゲームオーバー。これどこまで戻される？あ、めっちゃ戻される。もしかしてこれ。おーい、マジかー。